モズちゃんです。多分ね、頭オレンジ色だ。可愛いよね。可愛い。もうピコピコしてる手前にね、枝があるんだよね。あの細いやつね。そう、絶妙に。お、結構雪降ってきちゃって。降ってきたね。嘘でしょ。すごい、初雪。私今日は大晦日でございます。お、結構降ってきた。降ってきた。すごい、レア。鳥的には寒いよって感じかな。寒いよって感じだね。なんかあられ粒みたいに雪が。あられなのかな、雪なのかな。なんかあれね、雪溶かす薬撒いた時みたいな。確かに氷雪。あ、なんかいる。鳥つぐみ。どうもこんにちは、ゆるフォトでございます。というわけでね、今日は、横浜市戸塚区の舞岡公園というところでね、このアルファ74で野鳥撮影をしてみたいと思います。で、このアルファ74はなんとバードアイ AF なるものがついているんですが、結局バードアイって近くないと聞かないよねっていう問題があって、果たしてそれで聞くのかどうかっていうのも含めね、やっていきたいと思います。でね、今日ね、太陽がね、さっきまで出たんだけど曇りでいなくなっちゃったんだよね。だからちょっと画質は気にしないでください。あと何が撮れるかは分かりませんので、まあ楽しくね、楽しくやりましたっていうことで、締める予定となっておりますので、よろしくお願いいたします。それではやっていきましょうね。マロちゃん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。マロちゃんにもね、バードアイ AF がついているんでね鳥の目のマロということで。違うね、鳥の目になっちゃダメなんだね。あ、鳥鳴いてる。よし、じゃあ早速行こう。せーの、やー。まあ、あとは暗いよねあんな晴れてたのにね、朝あったかくなると思ったのに超寒い。だいたいこういうとこ来るとね、入り口には山ほどいるんだけどね、鳥がね。ジュルリが聞こえる。音はするんだよな。まあちょっと注意深くやってこうね。お、ガサって言って、台湾リスかな。なんかガサガサしてる。はい、風でした。いいね、人がいないとまだ鳥の可能性が高いもんね。うん、ランニングしてるお兄さんがいっぱいいると、もうなんか鳥絶望みたいな感じになるよねあ、鳥の巣とかいっぱいあるね。あ、本当だ。まあ、巣に鳥はいないっていうパターンなんだけど。はい、フィヨドリの声がします。あ、こっちで違う声もした。チュルリしたね。なんか撮れればいいな。いっぱい声聞こえるね、うん、姿は見えず。ヒヨドリちゃんピンチ。はい、いた。あ、第一四十からでした。第一ムラドリ。なんかいないかな。なんか鳴いてない鳥が相当いる場合もあるもんね。あ、一二緑色。あ、待って、ここもいる。メジロかな。メジロちゃん。あ、取れた。メジロ取れたよ。見て、ご飯食べてる。かわいい。かわいい。あ、なんか撮れてるね、一応ね。これでまず動画にしても大丈夫かな。やっと。どんなにオチがなくても、山がなくても動画にする。しゃーい。いっぱいいる。ご飯の時間なんだね。どんぐりかなんか食べてるよね。木の実を食べてる。ハサマズメかな。いないか。あ、なんかピヨ。来た。ピヨドリ取れるかな。ピヨドリよりちっちゃい。ピヨドリだ。うんちした。はい、3種目目ピヨドリ取れました。
あそこに降りてきた。ヒヨドリ？うん。ほら、この木の間のいいとこに止まってる。見えない。ああ、ちょっと下行っちゃった。ごめんね。私違う鳥見てた。あの鳥ちっちゃいよね。こっちから見ないと、あの木に隠れてるか。あの木の上。あ、なんだろう。なんか呼んでる。ジュイジュイジュイって言ってる。姫かな。お尻向いてる。あ、来てくれた。はい、というわけでもう一種目取れました。やったー。なんか今日調子いいね。早起きしてきてよかったね。よかった。よし、行くぞ。今日なんか来てる気がするね。うん、珍しいやつ取れるかもね。ね、あったぜ。ジャンプ。なんか水辺が見えてきたから鳥がいるといいです ね。こっちはあれかな、カワセミスポットなのかもしれないね。よし、ちょっと行ってみよう。よし。池凍ってるよ。田んぼも凍ってるよ、あっち。寒いわけだ。本当だ、結構氷が厚いね。ね、去年こんな感じになってなかったよね。うん、寒いんだね。寒いんだね。なんかいる。いる。あ、いるいるいる。どこだ。行っちゃったか。取れなかった。ガビチョウだった。ガビチョウだっけ、合ってる。取れました。よし、どんどん行こう。よし、どんどん。凍ってる。カモみたいなのいる。ちょっとカモ取った。潜った。潜っていた。メジロはやっぱ結構いるね。うんうん、取りやすいね。なんかあの辺から違う鳴き声がするね。ヤブの方から。台湾リスなのかな。なんか今色違うやついた。あ、なんか違う鳴き声がしてる。四十からだ。うんうんうん。もう出てきてね。飛んでちゃった。取れたかな。あ、オッケーオッケー。四十からもちゃんとゲットしました。うん、一番初め取れなかったからね。うん。よかったよかった。あ、待って、こっちにもいる。なんだろう、こっち。茶色ちっちゃめなのいない。あ、飛んで右に入っちゃった。なんだろう。枝かぶってる。ここから出てきた今。あ、入っちゃった。いっぱいいるね、いろんな鳥が。ね、ここいいとこだね、やっぱね。うんうん、
朝来て大正解だ。去年はちなみに早く来すぎて暗くて撮れないという事態が発生してましたね。一回帰りましたね。この声誰だろう。ね。とても大きい声だよ。主張が強い声。ここにいますって言ってる。僕を見て。寂しがり屋ちゃんなのかな。でも近づくとね、逃げてっちゃうタイプなんで。さあ、珍しい鳥の名所に来ました。なんかいるかな。なんかオレンジの腹のやつ取れて、白腹じゃなくてなんだろ、赤腹かな。こんな感じで。上手に取れました。よし、じゃあ他にも探すか。はい。はい、というわけでまろちゃんお疲れ様でございました。お疲れ様です。なんかいろいろ取れたね。うん、なんかあの赤腹がしっかりとね、ずっと木の上にこうやってふんって座って取り放題をねしてくれたのよかったね。サービスだねあれはね。大晦日雪の中鳥を取りに来た人たちへのサービスショットというわけでね、はい。今日は楽しくね野鳥が取れたんじゃないのかなと思います。そしてまあ機材の話をすると、 α7-4 を使ってみたわけなんですけど、α7-R4 と体感は変わりません。で、野鳥とフォーカスは効きません。あの、ね、相当近づかないとやっぱ意味がないわ。で、α1 のレビューをやった時にも言ったんですけど、やっぱり本当に近づかないとダメで、今ねニコンの Z9 を使ってると思うんですけど、これねオートでやっとくと鳥の瞳 AF だけじゃなくて胴体、体とか頭を追いかけてくれるんで、なんかもしかしたらそっちの方が全然野鳥のね撮影としては楽、気軽に撮れて超過も高い、成果も高いような感じになるんじゃないかなと思うんで、このね α7-4 で、まあ、不便をするかってやるしないと思うんですけど、まあ、とりあえず新しい機能としてはあんまり微妙だったかなっていう感じでございます。で、やっぱ小枝入っちゃうとね、オートフォーカスをね自分で合わせなきゃいけなくなると思うんで、まあ、その辺も含めね、うまい形で運用していただければいいんじゃないかなと思いました。いや、今日もまろちゃんありがとうね。こちらこそありがとうございました。はい。というわけでね、本日のゆるフォト以上になります。皆様ぜひチャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いいたします。それでは皆様、良いカメラライフを。では。